こんにちは、山崎です。この番組は、体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信している番組です。よかったらチャンネル登録をお願いします。今日は、空手の世界チャンピオン、長野さんに来てもらいました。おーす、長野ジュリアです。お願いします。お願いします。おーす、お願いします。お願いします。はっ、どうもすげえ最近あれですよね、さんま御殿に出たりとか。そうです、さんま御殿に出させていただいたり、ね、まあ、女優、タレントをやってるので、うん、空手をやる傍ら、うん、看護師をやる傍ら、うん、女優をするという、うん、はい、すごいタレントやね日々です。いいですね、はい、で、あと空手はその世界チャンピオンってことなんですけど、首都流の空手、ね、そうです、首都流の空手を5歳から18歳まで現役でやってまして、うん、はい、現役時代にあの世界チャンピオンに指導がありまして、はい、で18から今22歳なんですけど、これは試合には出てないんですけど、日々練習をしております、ね、はい、その黒帯ワールドとかね、はい、でも僕もネットで見て、で TikTok とかでも50万人ぐらいフォロワーが。そうなんですよ、今53万人フォロワーさんがいて、ね、はい、で YouTube もされてるってことで、はい、ちょっと一緒にコラボさせてもらいたいなと思って、今回の企画になりました。とその首都流空手の中でもその組手と肩があって、その肩の世界チャンピオンなんですよね。そうです、主に肩選手ですね、はい、なので今日はちょっとこう肩を見せてもらって、でその肩のね検証っていうのもさせてもらえたらなと思ってるんで、まず、肩からやってもらいます。おーす、おう、すごい見とれてしまったこれってね、あれですね、なんか一個一個の型の意味もあるんですよね。ありますね、分解が全部ついてるので。ああ、それは解釈はいつから分かったんですか？もうだいぶ前ですよね。あ、そう、何個かちょっと検証させてもらいたいんですけど、はい、どの型が分かりやすいかな、形で。それまずこれと月の両方ちょっとさせてもらいましょうか。はい、じゃあこうそういう感じ。おお、ストップ、はい、っていう時のこれはどういうあれですか？これは相手がついてくるやつを受けるっていう、うんうん、あ、受けるね。はい、ならちょっと一回これで検証させてください、はい、でほらほら、あ、強いかも。でもやっぱりね、うん、体入ってますもんね、はい、僕今結構押してるんやけど、これが動かへんね、うん、でその時のちょっと質問ね、はい、この膝一回押してみます、はい、そう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 、ほらはまってる感じで、そう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 、これがね、多分適当にこうやると多分ね、押されてもブレるんですよね、この。あ、まあこれがだから力技でやらんで、ちょっと足が違うだろうけど。はい。ちょっと見よう見まねで。で、こうか。はい。そっちの手は。そっちの手は引き手ですね、グーで。はい。で、このバランスが、うん。うん、今多分8人ぐらいだと思うんですよ、はいはいはい、これが、7、76じゃないや10だから64ぐらいですね。あ、64、こっち6、こっち4みたいな感じで、はい、で体が今お尻右にクイッて曲がっちゃってるんですよ。それだと力が分散しちゃって弱いんで、まっすぐです、お尻までまっすぐ。あ、そうです、そうです、そうです。あ、それでもう多分もう強いです。
それやるともう、うん、多分ああ全然全然そうですね、立てるんや。そう、この正中線をまっすぐにしてここが土台みたいな、足が土台みたいな感じになると強いです。そうか、はい、こういう感じか。はい、じゃあ月いいですか。月、はい、そうからの、おお、これが、はい、あ怖い。ああ、うん、ハマってる。大丈夫ですか。ハマってます、ハマってます。不安だった。この時の膝を、これは突っ張りはしないけど、やっぱ若干曲げて、うんうん、この外八字出しっていう足なんですけど、ほうほうほう、は踏ん張れるのですごい強いんですよね、うん。でこれで今やってもらいました。はい、この突きでこの膝、はい、おお、止まってる。はい、でこの時に帯をグッて上に上げてるんですよ、ちょっと、うん、へえ、こうやってると多分弱いんですよ、うん、すごい突き押してもらうとすぐ行っちゃうんですけど、膝ちょっと曲げて、うん、ここグッてこう、うん、力入れると、おお、押せないのかなハマってるハマってる、強くなるっていう。あ、ほんまや、全然違う。丹田っていうんですか、うんうんうん、グッと上に引き上げて、うん、力を入れることによって強くなる。へえ、やっぱり一個一個やっぱり意味あるんですね。意味ありますねでそれが力の伝達じゃないけど、ふにゃっとしとったら絶対ここに力かかんないですからね、うん、そうですね、うん、でこういう検証とかしたことはないんですか。あ、結構やりますね。あ、やる。有名な中達也先生とかは一個一個イチってやったら、うんうん、こう回ってきて、うんうん、ボーンって押して、はいはいはい、崩れたらダメみたいな、すごいありますね。昭和チックなやり方なんですけどはい、実際に押してどうかっていう。あ、そうなんですね、はい、あ、やっぱりやってはんねんね、検証。やりますね、はい。スポーツの動作とかでも、よく野球のスイングとかでも、そのバットにそのボールが当たるっていう時に結構ふぬきちゃってる人多いんですよ。ああ、なるほど。でそうなったらその自分だけ力んでボールには力伝わってない。でこれも自分だけ力んで相手に力が伝わらないとこれ意味がないんで、まあ、こういうハマる体というか、この拳の先っちょに力が伝わるような体の使い方っていうのが、まあ肩一個一個、まあちょっと二つだけ分解させてもらったんですけど、こんな感じでハマってはるんで、うん、子供の頃から練習してきた時には、はい、そこまではやってはやってないですね、うん、もうそれこそ見よう見まねで形だけ合ってればいいっていう感じだったんですけど、うん、やっぱりこう上級とか黒帯になるにつれて、うん、先生が押してきたりとか。ああ、もうその頃から。あ、そうですね、まあ小学生ぐらい、5歳からやってるんですけど、はい、まあ、小学生ぐらい、小学生高学年ぐらいには、うん、その型の意味を考えてやれよっていうのは言われてます。あ、そんな時から、はい、そうなんですね。あ、だからやっぱりその、表現をする時にこの腕の出し方やったら多分相手見てる人にも伝われへん。なんかほんまにそこに行ってへんとその美しくも見えへんやろうし。そうですね。けど、まあ、それは小学校の頃から培ってきたってことですね。そうです、はい今日は、永野さんとコラボさせてもらいましたあとはちょっとこの何だっけ、冗談切り、冗談切り、はい、冗談切りをちょっとやってもらいます。はい、わかりました。じゃあ今から、ペットボトルチャレンジということで、このペットボトルを頭上に置いて、冗談切りで蹴ってもらいます。お願いします。お願いします。はっ、うわすげえやったすごい、ありがとうございました。